B クラブリオです。今回は茨城県の水戸市に来ています。前回の動画ビッグラブサンクチュアリにも呼んだタイムウェーバーの前川幸太郎さん、以前コンサルをやっていた方がタイムウェーバーという量子コンピューターでクライアントさんの12次元体までアクセスして、でその人のカルマだったりチャクラだったり使命を数値化するっていうチャネリングと最新のテクノロジーがガッチャンコした SF 映画でも見られなかったような出来事が今この現代には起きているっていうことで、これから実際に前川幸太郎さんのとこに行ってタイムウェーバーのセッションを受けてくるという動画になってます。でこれタイムウェーバー受けるの俺2度目なんですけど、前回のタイムウェーバー受けた時の感動というか、そのままそれはオンラインビレッジの方で載せてるんですけども、まあ、とにかく怖いぐらいに腑に落ちまくる、自分の中でふわーっとこうなってたような部分がめちゃくちゃ解像度高く数字っていう具体的な表現方法でバンと出されてしまうっていう。前回タイムウェーバーに今の私に必要なメッセージって聞いたら、バーってこう膨大な情報量の中から 98% のシンクロ率で今の俺に必要なメッセージ The journey is a destination って出たんですよ。旅こそがお前の目的地であるっていう。当然タイムウェーバー俺が YouTube やってるなんてこと知らないし、まあ、写真パシャって撮って俺の波動情報を読み取って The journey is a destination 旅がお前の目的地だ、それが 98% お前にとって必要な情報なんだってバコンってこう出してきた。このなんか怖いぐらいどこまで見透かされてんのみたいな衝撃的な体験がまあ前回あって、で今回改めて動画でそれを伝えたいなっていうことでこれから行ってきます。ちょっと今の気持ちとしてはドキドキしてる、なんだろうな、ちょっとやっぱアヤワスカ飲む前みたいな緊張感があるんですよね。何を言われちゃうんだろうって、そんな腑に落ちまくる12次元っていうね、まあ、多分ハイヤーセルフにテクノロジー的にアクセスするみたいなことなのかなとか思ってて、タイムウェーバー自体が一体どういうものなのかっていうのもなるべく分かりやすく紐解いていけたらなっていうことで、はい、これから早速行ってまいります。はい、ということでタイムウェーバーのコンサルをやってる前川幸太郎さんの、お家に今お邪魔しておりますということで、まあ、100分は一気にしかずということで、うん、まずとりあえずセッションの様子をこう映し出しながらタイムウェーバーどういうものなのかを感じてもらうということで、まずじゃあ俺の波動を読み取るっていうところから OK です。お願いします。はい、はいはい、じゃあ登録からしていきます。お願いします。名前何でいく？まあ普通に本名でいきます。本名でいい。はい、でまずカメラで写真を撮ります。はい、はい、行きます。はい、チーズ。はい、 OK。 これは写真を撮ることで俺の量子の情報がタイムウェーバーに転送されたと。そうです。もうこの写真っていうこの画像とりょうくんの情報がもう量子場的には絡んでるんで、はあ、もうここから情報全部引っ張ってこれるっていう。なるほど、うん、これがタイムウェーバーの本体ですね。この本体に俺の波動を読み込ませる。はい、で今からまあ波動を読み込むんですけど、はい、ここの2箇所にちょっと手をかざしてもらいます。はい、 OK です。はい、これでクライアント登録完了しました。なるほど。これ今りょうくんのリアルタイムオーラの状態なんですね。はい、うん、一番僕らが注目してみるところはここ、この左下のこのそうチャクラエナジーの緑のバーで、りょうくんのチャクラのバランス、エネルギーバランスが今だいたい 82-3% くらいで推移してますよと。もう今上がって 85% くらいになってるんだけど、はい、でこれ結構かなり高い方で、なるほど、うん、で僕らの水準とすると 73%、まあ、だいたい 80 から 85 くらいの中でそれからずっと推移してるんで、はい、全然問題ないよねっていうふうに見ると。なるほど、うん、であとはもう一つ言えるのはこの第一チャクラから、こう下からいくと第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7チャクラってあって、はい、まあ、どこのチャクラに、まあ、エネルギーが、まあ、の偏りかな、うん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 、少しあるかっていうのを見てます。まだ20何パーセントだからそんな大したことないんだけど、 C っていうのは第1チャクラ、第1チャクラ、肛門のとこですね。そうルートチャクラって言われるところに、このまあプラスに一番触れてるので、うん、ただまあルートチャクラって要はその人の土台であったりとか、うん、現実的な話だったり、まあ、例えばなんだろうな、まあ、安定土台の仕事のこと、うんうんうん、お金のこととか、うんうん、例えばそういうことに、まあ、少し意識が向いてるかな、強めにいったというようなところが少し受け、まあ、見受けられる感じかな。なでもそれともこの偏りが 25-6% なんで全然大したことなくて、うん、まあ、もうこれはもうだいぶ安定してるいい状態なので、なるほど、そう役がね
これで今俺に最適なメッセージをもう今選んだデータベースの中からバーって書き出してるっていうことですよね、うん、そうです。うわ、はい、ってことで今ね、5つちょっと出してます。はい、はい、で1つ目ですね、まさにこの苦しみのパターンのことですね。はい、うん、望む状態のところに、オキュペーションっていうのが出てて、はい、職業っていう意味ですね。はい、どうやらオキュペーションの状態がまだ満たされていない状態っていうことを示唆してる、うん、なるほど、うん、もっと職業の部分で改善していく、満たしていく余地があるっていう。そう、2つ目が、ヒーリング・オブ・ファミリー・リレーションシップなんで家族関係の癒しですね。はい、うん、女性の親族、母親とか母親ぐらいしかでも思い浮かばない、うん、でこのちょっと時間の問題っていうのはですね、うんうん、まあ、もっとこう歩み寄っていける余地はある人ではありますよね、うんうんうん、結構まあ保守的な考え方する人ではあるから。3つ目、はい、孫子の標法の話ね。はい、孫子の標法、これ望む状態で取り入れることが入って出てるんで、うんうん、まあ、逆に言うと孫子の標法みたいな考え方をなんか取り入れることをなぜか潜在レベルが伝えたかっていう。孫子の標法、なんかお礼のヒントがなんか多分あるんだろうね。だからこれ多分出てるんだろうと。4つ目のメッセージね、はい、これはアファメーションかな。アファメーション、うん、I shall workers、 自分への批判を許す、自分に対してストイックすぎるみたいな。、うん、それはまあ、むちゃくちゃ思われたらしちゃいます。うん、いや大変だね、犬よくね。いや、勘弁してほしいですね。マジで大変だね。怠けてねえんだけど、でもそれは多分ね、時間とか、うん、忙しさとか、その物質的な話じゃなくて、今ピンときたのは、これ、魂の解像度上げろっていうメッセージだったと思いました。お前もっといけんだろ、お前もっと自由に魂輝かせられんだろみたいな、うん、これ多分時間的にめちゃくちゃ忙しく動くとかってことじゃなくて、多分気づきとか実践の密度とか濃度のことを言ってるんだと思うんですよ、うんうん、厳しいですね。やっぱり厳しい。厳しい厳しいけど、まあ、まあ、心してってたんです ね。だってこんなことなかなかさ普通言わないもんね。人から休んでとかよく言われますから ね、ちょっと休んでとか。でもまあやっぱサボってる部分があるっていう、時間とかじゃなくて ね、まず前回は今の私に必要なメッセージってことで、まず最初に5個くらいメッセージを出してるんだよね。はい、うん、ジャーニーズデスティネーション、うん、旅は目的地である、目的地であると、まあ、これはかなり俺にとって衝撃的な気づきだったので。まあこういうトリップするっていうことを発信しながら旅が目的地とか言われちゃうと、もう射抜かれたというか、うん、見透かされたなみたいな、ね、え、しかもトップのメッセージだった、ね、トップのメッセージでしたね。2つ目はアグリーだからドローイサンスね、応援してくれてるっていうことですね、うん、3つ目がハートのスプリー、まあまあそのままだね、うんうん、あなたを通して、これなんかすごいシャーマン的なメッセージだなって、うん、俺が媒介となって物事が起きてくるみたいな、うんうんうん、Asking too much of you. あなたに、あなたはあなたに多くを求めすぎている、うん、一人でやりすぎてたり、そうね、まあ、自分に対してストイックすぎたりするメッセージだったんかなって、うん、じゃあまあこれ前回してた質問の数々の結果ですよね、うん、そうだね。例えばまあタロットリーディングを続けていくっていうふうに聞いたら、うん、10の C、 そう、10の C の線、まさにそうですよという最高評価です、うん、なるほど。なので、まあ、10で出るっていうことは、まさにタロットリーディングを続けていくことはもちろん最適ですよと、うんうん、っていうことになります。ですからね、次は、私の役割は男性の中にある女性性を目覚めさせていくことである。うん、もうこれはその最高評価中の最高評価の10の D っていうのが出てますね。うん、この10の D っていうのが出たときに、もう僕はクライアントさんに、はい、もう諦めてやってくれと。諦めてやってくれ。もう要は、健在意識、自分の頭で考えるのでは、やりたくねえと思ったとしても、10の D が出た以上は あなたにとって本当に大切なことだから、うん、やんないと本当に 損じゃないけど、もったいないですね、もったいない、なるほど、うん、っていうレベル。これ今何してるかというと、これから今俺に波動修正をかけようとしてて、で波動修正に最適なタイムエヴァにどういう言葉を打ち込むかっていうのを今考えてるっていうところ、うん、私は魂を解き放ち、あるがままの自分を愛しています。はい、もうそれでいいでしょ、もうそこでもう勝てるから、はい、やった瞬間にバーンって変わるとかじゃなくて、うん、
時間差でしかも自分の意思でそれを継続することによって、うん、どんどん改善されてくるみたいな。だから基本的には実践ありき行動ありきなんで、うんうん、だこれに頼ったら何も変わりません、うん、変わりませんって。そう、本当その通りで、うん、だからタイムエバーで波動調整してるから変わるんでしょっていうのがちょっと違うと。本当それ危わすかと、面白いぐらい同じで、うん、危わすか飲んでこう得た気づきをそのままにしてったら、うん、それは自分にとって何のプラスでもないなって、うん、ちゃんとこう頼るんじゃなくてヒントを得たことを日常にこう下ろして実践していくみたいな、うんうん、ところですごいなんかこうここになんか危わすかがあるみたいな、うんうん、こういうテクノロジーによって具現化された新しい危わすかみたいな感じもしますよね、うんうん、さあというわけでとりあえず、24つのちょっとデータが出てるので、はい、うん、これを、まあ、波動調整をかけていくと、はい、で試しにバイブレーション送ってもいいし、はい、うん、ちょっと送りましょうか。お願いします、ね、でちょっと半分の17秒になっちゃうんだけどバイブレーション送ります。はい、はい、いきます。これはもう俺の12次元に送られてる。うん、そのそうだね、まあ、要は潜在的な方の潜在的な潜在意識にも、うん、意識空間に、あ、うん、ね、まあ人によってはすごくなんかピリピリするとかね、うんうん、なんかツンってくる感じがありました、うん、そういうのとかもあったりして、うんうん、でこれでもう保存すれば4週間 4時間14分ごとに37秒の波動がいくようになってるんで、これは面白いんだけど音で、これは癒しのマントラだそうですね。うん、これも今の俺に必要な必要だから、まあ、出てきてる、うん、ね、まあ、あとはこういうあのスピリチュアルヤントラっていうのは今回2個も出てて、はい、あのこういうねこういうやつなんですよ、こういう画像のデータ、マンダラみたいな、そうそう、うん、だこういうものをあの、まあ、カラーでなるべく印刷してあのお部屋に貼っとくといいとか、へえ、うん、まあ、そういうのとかもあったり、うん、私は魂を解き放ちあるがままの自分を愛すための波動修正がもうかけられていくっていう、そう、そうです。あ、1ヶ月間、はい、楽しんでもらえれば、楽しんで波動修正の過程楽しみます、うんうん、そうそう、そんな感じですね。はい、ありがとうございます、うん、コーダーさん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後に改めてタイムウェーバーって一体どういうことなのかっていうのを、うん、簡単に説明してもらえたらなと思うんですけど、うん、これはテクノロジーを使ってこれまでスピリチュアル的にやってきたものにアプローチしていくみたいなことなんですかね、うん、あの開発者のマーカス・シュミックさんっていうドイツ人 の発明家の方がいて、その方がよく言ってるのは、例えば物理学とかっていう科学と、あとは心理学のような非科学っていうものをいかに融合できないかと、そこがすごいテーマだったらしくて、その物理学と非あの要は心理学のような科学非科学の融合できるようなデバイスを作りたいと。でそれはなぜかっていうと、やっぱり人々の意識の目覚めのためだと、うんうん、そこには絶対的に必要だっていうところが、そのマーカス・シュミークさんがすごくずっと大事にしていた、まあ、信念というか目的があったらしくて、で、まあ、結果的にこのタイムエヴァンが作られたと、うん、っていうわけなんでね。でだからスピリチュアル的な部分をいかにこう科学の技術を使って伝えるか、あ、ね、そこはものすごい今回のタイムウェーバーの重要なテーマなのかなと思ってて、うん、その目に見えないものを信じない人とかもたくさんいるじゃないですか、うんうん、まだまだそういった段階でこう具体的に数字で出しちゃうみたいなのって、うん、ものすごい今までなかった角度っていうか、うん、すごい説得力だなっていう、だからアイワスカを飲んでバーってたどり着く気づきを、すごいテクノロジー的な部分で違うルート通ってそこにたどり着いてるみたいなのがめちゃくちゃ面白いなと思って、ね、うん、結局統合されてくるっていうか、うん、2020年の2月にタイムエヴァーを購入して、うん、もう3年以上やってるんですね、うん、で実はこういうセッションを始めたのってこの半年の話で、じゃあなんで2年半以上セッションできてなかったのかっていうと、タイムエヴァーで出たメッセージの信憑性っていうのはやっぱ僕の中で立証できてなかったんですよ、うんうん、でなぜかっていうと、僕は購入当時自分で経営者をやっていて、社員も20数名いたんですね。その20数名いる社員でようやく6年間かけてそこまで作り上げたのに、タイムウェーバーで最初に出たメッセージがその事業をやめなさいってことだったんです。はあ、うん、それ食らいますね。それは僕は食らって、はい、でだけど
縁があって買ってるし、うん、こういう意識のレベルとかの話は当時からすごく関心もあるし信じてたんで、そうやってタイムエバーで出た以上、じゃあ会社を畳もうと、うん、って言って自分の中で決めたんですよ。すごい決断っすよ。で畳むのに2年以上かかって、うん、で今になって分かるのは、いや本当にあの時畳んでよかったと、うん、今の人生がなかったし、多分こうやってリオ君との出会いもなかったと思うんで、うん、あのまま福祉の施設をね、自分の会社を経営していたらっていうのはあるんで、だからなんか僕は本当に2年半3年経ってなんていう、その時にの自分にとってすごい辛いメッセージが来るんだけど、素直にそれに従った結果今すごくいい人生になってるんで、うん、まさに最適な人生、最適化の方に導いてもらってるっていうのが自分の中でストンって腑に落ちたんで、気づくは、うん、傷つくから来てるっていうの、うん、本当そうで、うん、痛みとか健康ガーって胸をえぐられるような出来事こそ超メッセージで、うん、それをこう受け取ってそれに飛び込んでいく、うん、導きに自分からダイブしていく時に人生がこう変わっていって、うん、本当に自分が求めている、潜在的に求めている正しい流れの導きに乗っていけるみたいな、うん、本当に自分の内在しているなんていうのかな、本音というかね、うん、本当のメッセージを受け取りたいって人にはとてもいいと思う。なるほど、うん、進化する準備がある人はそうそうそう、ぜひ絶対にそれ楽しいと思ってタイムエンドをおすすめしますということで、今日は小太郎さんどうも、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで摩訶不思議なテクノロジーの世界タイムウェーブはいかがでしたでしょうか。結構ぶっ飛んだ、サイケデリックスとはまた違うところでぶっ飛んでるんだけど同じところに集約されていくみたいな、とっても興味深い回だったんじゃないでしょうか。タイムウェーバーのセッション、ぜひ受けたいという方がいましたら概要欄にですね、あの幸太郎さんのリンクを貼っておくので、幸太郎さんのセッションを受ける方はぜひね、シャーマリオの YouTube を見てやってきたっていう風に伝えるとすごくセッションもスムーズだし、心地よい循環がですね、俺と幸太郎さんの間でエネルギーの循環が生まれるっていうシステムになっているので、ぜひぜひあのこのチャンネル内容的にほぼほぼ収益が得られないっていう、広告がつかないっていう状態でやってるんで、ご協力いただけたらとっても嬉しいです。ということで最後に恒例のビッグラブ、はい、タイムウェーバーの波動修正がかかった直後の、今もタイムウェーバーの波動修正がかかり続けている今のバイブレーションを画面の向こう側に伝えられたらと思います。では伝えます、ビッグラブ。はい、伝わりましたでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you guys for next. またねー。